皆様お疲れ様でございます。モネでございますよ。今回はね、劇場版仮面ライダーエグゼイド、トゥルーエンディングの入場特典、こちらを、開封していきたいと思います。はい、今回は、3つ用意しました。なぜ3つなのかと言いますと、ちょっと劇場版見に行ったんですけど、入場者特典を渡されなくて、で後日連絡したらですね、送ってくれたので、それで3つ今同時に手に入れました。僕も今初めて開けるのでドキドキなんですよね。狙いとしては、このエナジーアイテム、ぶっ飛ばソウルのメダルですよね。これのエナジーアイテムセーブが、劇中にも出てきたので欲しいなというところです。ではまずカードから見ていきましょう。1枚目、鳳凰剣のカードが出ましたね。ちょっとプラカードなんですね。子供が曲げにくいようにプラカードにするのはすごくいいことだと思いますよね。では2枚目、ラッキーが出ました。ここがブレてるってことはこの辺期待できますね。ちょっとワクワクしてきた。3枚目、剣。剣がエナジーアイテムセーブだったら嬉しいなっていう感じですね。じゃあメインのメダルいってみましょうか。1枚目、どうだ。ほい、クリエイターゲーマー、これもかっこいいんですけどね。劇中でなんていうんですかね、これはネタバレになるからあんまり言わない方がいいか。活躍はしたんですけどね。では2枚目いきましょう。よっ、あわよくばこれがここであればね嬉しいんだけどな。2枚目、ドン。クリエイターゲーマーが2枚目ということは剣とクリエイターが一緒なのかな。これはほう、ぶっ飛ばソウルのお口かな。3枚目、頼むぜ。よっ、クリエイターゲーマーセーブが出なかった。残念。カードはバラバラなのにここが被るっていうことがあるんですね。なるほど、組み合わせはペアだったりはしないんですね。残念、手に入りませんでした。新たに2個手に入れてきました。知り合いに譲ってもらいました。いやー、ありがたいね。前回開封した時にはね、クリエイターゲーマーのメダルしか出なくてエナジーアイテムセーブが出なかったんですよね。カードは両方揃ったんですけどね。ちょっと当たるかどうかわかんないですけど、追加で2個開けていこうと思います。じゃあまずカードから見ていきましょうかね。1枚目、ドン。ほい、剣。2枚目、これはもう揃ってるんでね、ドン。ラッキー、ラッキー、11、期待できるかもしれないとか言って前回ダメだったんですけどね。じゃあメインのメダル開けていこうと思いますね。よっ、どうだ。よっ、おっ、セーブ来い。来た、来たやったー、セーブ来たー、やったー、ようやく出たー。はー、へー、ここしおりみたいになってんだね。今初めて知った。よかった。これで落ち着いて、もう一個負けれるってもんですよ。よかった、ありがとう友達
マジ助かります。じゃあ2個目いきましょう。せーのドン。おお、2個目ありがとう。おっしゃラッキー。2個出た。あー、よかった。 はい、計5袋開けまして、結果は以下のようになりました。剣のカードが3枚、ラッキーが2枚、クリエイターゲーマーが3つ、セーブが2つ。まあ実際に5回も見たわけじゃないんですけど、まあここが出たので、セーブが出たので結果オーライかな。最初の3つがクリエイターゲーマーだった時はもう絶望でしたけどね。無事おっしゃラッキーということで、よかった、揃った。皆さんもね、まあ、まだ劇場やってますので、入場者プレゼントとかはまだあるはず、あるところにはあるので、まあこの機会に手に入れてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おっしゃラッキー。